次に金田勝利君。はい、委員長。金田君。はい、限られた時間でありますので、ぜひ、申し上げたいことたくさんありますので、簡潔にお答えいただければありがたいと思っております。まずはじめに、TPP の質問に入ります前にですね、農林水産大臣に一言お願いがあるんであります。これは通告はしておりませんけれども、一言だけ短くご答弁いただければありがたいです。今年の豪雪被害についてなんですけれども、自由民主党として2月に谷垣総裁本部長としまして豪雪災害対策本部を立ち上げました。しょっぱないんですね。で7日8日に、青森県秋田県そして新潟県に現地調査を行っております。私も秋田の現地調査に行きまして除雪排雪の経費あるいは空き家の対策それに農林水産業への対応が急がれる現状というものがよく分かったわけであります。特攻で対応できる部分については2月20日に一部繰り上げで交付していただきましたし、私どもの内容については官房長官に、要請申し上げたんですけれども農林水産業についてもですねこれから雪が溶けてまいりますと、パイプハウス、農業用設備、ね、そういったものの被害、あるいは果樹といった被害状況をはっきりしますので、市町村、都道府県の報告に速やかに対応していただいてですね、24年の農作業に影響のないように対応をよろしくお願いをしたいと思います。一言だけ、大臣からお言葉。加納農林水産大臣。今、金田先生からのこの豪雪対策につきましては、私も青森県に行ってまいりまして、現地を見てまいりました。パイプハウス等々の損壊の現状、そしてリンゴの木の枝折れ等々、こういうふうなことを直接この目で確かめさせていただきましたけれども、今、ご指摘のとおりに非常に重要なことでございます。我々といたしましては、これから雪解けによって、初めて被害状況も把握できるということもございますのでよく市町村関係県ともですね連携を取ってそして来年度の作付けに対して影響ない、こういうふうな形で万全を期していくべく努力をしてまいりたいと思っております。金田君。はい、委員長。それでは質問に入らせていただきたいと思います。まず TPP につきましてですが私は反対の立場から、質問をいたします。従いまして、そういう視点でお答えいただければありがたいとこういうふうに思っております。まず各都道府県で今 TPP の説明会を開いていらっしゃると思うんですが、どのような説明をしていらっしゃるか、内閣府の方から答弁いただきたいと思います。石田内閣府大臣。はい、金大臣にお答えをいたします。各都道府県の要望に応じまして、政府の職員、課長級参事官でありますが派遣いたしまして TPP の参加に向けた関係国との協議の状況等について公表資料に基づき、説明を行っておるところでございます。具体的には高いレベルの経済連携の必要性、そして FTAP 構想やTPP 協定交渉の現状、TPP 交渉参加に向けた関係国との協議結果などについて、分かりやすく正確な情報提供に努めておるところでございます。以上。金田君。私の地元の秋田でもこの前、行って、ご出席になってたようですね。はい。石田内閣副大臣。はい、今の委員のご質問は都道府県における TPP の説明会というふうなことでありましたので私が1週間前に秋田市で行われた、このシンポジウムはですね共同通信社および、全国の地方新聞社がですね、主催をいたしているシンポジウムに、出てきたわけでございましてこれは政務三役が主に対応いたしております。金田君。そういう、シンポジウムが行われた後
いろんな方から、まあ、その印象をお聞きしておりますとね、やっぱりそのとても具体性がなくて抽象的であると、したがって、まあ、なんて言いますかね、抽象的な議論の結果だと思うんですが、国民生活あるいは、まあ、経済、そして景気といったそういう点にもたらすその具体的なメリットというものもわからない、なもんですから問題点は自分たちも抱えている部分もある、それに対しても方向性が見えない、まあ、いずれにしてもそのシンポジウムもあるんだけれども、まあ歯切れが悪いね、抽象的だねというですね指摘が非常に多いんですね。これに対してどういうふうに思われますか。石田内閣副大臣。まだあの TPP においては、参加を決定したわけでもありませんので、情報をおそらくあの委員おっしゃっているのはあの情報があの説明不足であるという点であろうというふうに思っております。そういう点は確かにあの情報不足の点はあろうかというふうに思いますが、まだあの我が国としてはあの参加を正式に決定したわけではありませんので、情報収集においてはある程度やっぱり限界があるというふうに思っております。まあ、できる限りあの情報収集に努めて、そして、国益の視点に立って、やっていきたいというふうに考えております。金田君。まあ、情報の開示が不足しているというふうな副大臣の答弁でもありましたけれども、まあ、参加9カ国の交渉がですね、まあ、今の段階一巡したわけでありますね。ですからその現状でもですね、情報がその開示されない理由というのは何なんでしょうか。どなたに聞けばいいですかね。外務省ですかね。はい、中野外務大臣政務官。あの今、委員からですね、その情報の開示が不足をしているというお話でございましたけれども、ちょっとあのそこだけはあのちょっとあの丁寧にですね議論した方がいいと思うんですよね。あの情報の開示が不足しているということはですね、裏を返せば、まあ、政府が持っている情報の中であの、まあ、出し惜しみをしている部分があるんじゃないのかなというふうな議論だと思うんですね。あの私たちの立場としましては、あの当然のことながら政府で持っている情報をですね、もうできる限り出していくというのが、これは共通しての私たち、それは外務省に限らずですね、各省庁の共通しての認識だと思っております。それでその情報が出ないのはですね、これはもうあの委員もですね、外務副大臣をかつてやられて、いらっしゃったとお伺いしておりますけれども、これ外交交渉の中で例えば普通のその2国間ですとか、その EPA でも構いませんけどね、すべてのものがこのテーブルの上に出ていて、やり取りをしているというのと、あの今先ほどあの石田副大臣から答弁ありましたけれども、今回の TPP については私たち日本はまだ交渉のテーブルに乗っているわけではありません。その中でその9カ国でその具体的にいろいろな話はされておりますけれども、これは9カ国の中で話をしていることはですね、例えば参加の交渉のための参加の協議にという形で日本も含めて、まあ、カナダとか、メキシコなんかもそういうことで今話を進めておりますけれども、オブザーバーという形で参加できることでもないし、またそのテキストの内容をですね、私たちが見ることもできない状況で、今あの何をやっているかというと、その各省庁でですね、ヒアリングをして、その出席をされている国々の方々にですね、どういうふうな交渉になってますかっていうのを、このような二国間のいろんな今までのその両方の関係の中でですね、お伺いをして、なるべく一つでも多く情報を取って、それをしっかりとその国民の方にお伝えをしようということでやっているわけでございますね。で、一つだけちょっとごめんなさい、あの例を挙げさせていただきますと、これはあの3月の1日にあの TPP 交渉参加に向けた関係国との協議の結果ということで、米国以外8カ国ということで、皆様にもあのお配りをさせていただいておりますけれども、あの先ほどから繰り返しになりますけど、あの委員も副大臣やっていらっしゃってよくお分かりだと思いますけど、例えばこの中にもですね、当然のことながらどの国がどういうふうなコメントを出したかというふうな、この国の特定というのはこれは相手国のありますのでできませんが、例えばその日本の交渉参加を支持することを決定したとかですね、日本の交渉参加を強く支持するとか、新規交渉参加を認めるための手続きとして関係大臣を含む委員会の決定等が必要だが、特定の問題はないと
こういうことというのは普通 の, その外交交渉ではあまり外には出さない部分なんですね。そういうところも私たちはなるべく少しでも今どのような流れになっているかということをお出しをさせていただいているということでございますので、まだまだその情報が国民にとっては足りないということであれば、それは私たちも努力をして取った情報は皆様の方にお伝えする努力をまたさせていただきたいというふうに思っております。金田君。まあ、大体ですね、政府側の答弁は常にあくまで国益の視点に立って TPP についての議論を得るという答弁が繰り返し繰り返し行われるんですよね。国益の視点に立って TPP についての結論を得る、これだけではですね、何が得なのか、何がメリットで何がデメリットなのか、国民的な議論がですね、できない。それから国会での議論も進まない。だから非常にですね、外交交渉は、まあ言ってみればね、マル秘の世界で決まるまではあっと驚かせるんだみたいな気持ちでやられたんではですね、もう本当にマイナスのデメリットを受ける方々からすると、あるいはその影響を考えたときに国益というものを本当に考えているやり方なのかという考え方もできる。だから野田政権が何を目指しているんだと、国民には全くわからないことになってしまう。だからそのところですね、懸念と不安が一人歩きしないようにきっちりそこを解消していかなければいけないんだということがあると思うんですね。その時に私は政府のできる限りの情報開示、それから国民に対する説明、十分な説明、それから誠心誠意、いろんなことに対する準備をしっかりする。この三つをですね、対応していかない限り、いやー、決まったら教えるよじゃ話にならないわけですから、これは今までも数、重ねてですね、まあ総理自身もこういうスタンスは答えているんだけれども、なんか具体的じゃない。これに対する不満というのは非常に国民の間に大きいと思うんです。そこで国益というものをどのように考えるかという点について、所管から言ってですね、ポンポンポンとこう簡単にお答えいただければありがたいと、こういうふうに思います。国益、はい。石田内閣副大臣。はい、国益とは何かということでご質問でありますが、これは総理も記者会見でお答えをいたしておりますが、まずは世界に誇れる医療制度、そして日本の伝統文化、そして美しい農村、こういったものは断固守り抜くと、そして分厚い中間層によって支えられてきた安定した社会の構築を目指す、まあ、こういうことであります。それと同時に、日本は貿易立国として栄えてまいりました。そして今日までの繁栄発展を築いてまいりました。しかしご案内のとおり、20年前に国際GDP の競争力が1位であったのが今や26位に落ちてきております。で、人口も、これは今から50年以上前の人口は8600万だったのが今1億2800万ぐらいになっているというふうに思いますが、これがまた50年もするとまた8500、600万に減少していく。まあ、人口が減るということは経済力が落ちるということでありますから、そういう中で現在の豊かさを時代に引き継ぎ、活力ある社会を発展させていくために、アジア地域の成長力を取り入れていくということであろうというふうに思っております。で、これ APEC 加盟国がご案内のとおり、はい、30億ありまして、まあ、GDP が今世界の 54% を占めております。そこの成長力を取り込んでいく、こういうことでございます。はい、金田君。非常にね、断固守り抜く、あるいはね、貿易立国として成長を期待する、まあ、非常に、言葉はいいんですが抽象的であることは変わりありません。今回21分野がある。その中で農業以外にもですね、今非常に開国、鎖国、どっちがいいんだみたいな議論になっている。これは間違いでありましてね。やっぱり農業と非農業の分野、これも間違いであります。やっぱり農業以外にもですね、医師、看護師、越境サービスありますね。
医療保険、介護保険、国民皆保険制度に関する保険、あるいは金融の問題もある。あるいは労働力や政府調達の問題もある。ね。食品や医薬品の安全基準や表示の問題もある。私はこういうふうにいろいろある21分野、その中でも一番大事なのはですね、先ほど断固守り抜くの中に入ってるんだろうと思うんですけどもね、私はここで例を挙げれば、下着とワイシャツの関係、ね。食料の自給率、食料の安全保障っていうのは私は下着だと思うんですよ。いろんなテーマがある、政策テーマがあるけれども、我が日本民族にとって、日本国民にとって一番大事なのは、自国の食料の自給率、あるいは食料をきっちり、ね、守る。それを確保する。これが政治の責任の一番の下着じゃないでしょうか。私はワイシャツの上に下着は着れないと思っております。下着の上にワイシャツを着るんだ。私は下着が農業であり、食料の世界であり、そしてその他のいろんな貿易分野というのは、まあ、綺麗なワイシャツだったり、いろいろする。だからその順番を間違えてはいけないと思うんです。そこで農林大臣にお聞きしたいんですけれども、いくつかお聞きしますので、トントントンと答えていただくとありがたいんであります。要するに、22年3月、おととしの3月に、食料農業農林基本計画っていうのを出しましたね。ね。その基本計画を閣議決定しました。自給率 50% を目指しました。これに対して農水省の試算というのは、その半年後にですね、TPP 参加表明が出て、その試算が13から14という数字で出ました。これは大きな矛盾だと思うんですが、どう説明されますか。一言で。金大臣。いわゆる全世界を対象にして、関税撤廃をした場合にどういう影響かということの試算を出させていただいたのが、いわゆる 14% に自給率はなりますと、まあ、こういうふうなことでございまして、あくまでも何もしないというようなことを前提とした仮定の話として試算をさせていただいたということでございます。委員長。金田君。はい、ね、何もしない場合の試算、しかしですね、私は何もしないわけにいかないんです。ですから対策をしっかり講じようとした場合、本当に対策というものが成り立つのか、あるいは莫大な財源を伴うのではないか、だから全て先送りしているのではないか、こういう心配がですね、政治家の私としては持つんであります。もう一つ例を挙げましょうね。今日豪 EPA というのをやっておりますね。この日豪 EPA というのは TPP の事前協議とも言うべきものであると認識しております。それでいいですね。金大臣。私自身はそういう捉え方をいたしておりません。金田君。私は、9カ国、TPP9 カ国の中で、6カ国はもう EPA を結んでいる。残った3カ国、ニュージーランド、アメリカ、そしてオーストラリアの国とやってますが、オーストラリアとは日豪 EPA をやっている。この前2月22日に外務大臣、現場さんがですね、交渉参加への支持表明は、まだないというふうに、逆にオーストラリアの態度を発表しているんですよね。ここにもその大きな矛盾が出てくるなという感じがするんですよ。要は平成18年の衆議院参議院の農林水産委員会の日豪 EPA 交渉に入る前の開始にあたる決議というのがあるんですね。まあご記憶だと思いますね。ケリーの豊かな大臣ですから、米、小麦、牛肉、乳製品、砂糖などのその重要品目を除外するとなっているんですよね。これはご存知ですね。加納農水大臣。国会決議は承知いたしております。金田君。はい、委員長。一方でさっき申し上げた22年11月の閣議決定でですね、 TPP の基本方針というのは、まあセンシティブ品目について配慮を行いつつね、全品目について交渉の対象とするということになっております。これと、その18年の衆参農林水産委員会での決議という内容はですね、やっぱり矛盾するんであります。その、はい。金大臣。私は矛盾することではないと思っております。すなわち、TPP に関するということなしに、包括的経済連携についての基本方針というものにおいては、いわゆる高いレベル、
確かにその通りです。しかし、センシティブ品目に配慮をしながらというようなことで、国会決議というふうなものの趣旨を踏まえさせていただいているものと思っておるわけでございますので、矛盾するものではないものと思っております。はい、委員長。金田君。まあ、そういうふうにお答えにざるを得ないんだろうというふうに思いますけれども、農産品についてのオーストラリアの要求というのは、困難を極めると。これに対してはですね、困難を極めることは予想されるというのは明らかですね。委員長。金田大臣。まあ、向こうの要求はご承知、今先生から研究されたとおりに、我が国にとっては困難なことが要求されるのではないかと、まあ、こんなふうなことはおのずと推測されるものと思っております。委員長。金田君。例えばまた申し上げれば、今日本の農家の平均耕地面積は2ヘクタールである、ね、アメリカは200ヘクタールだ、ところがオーストラリアは3000ヘクタールだということもご存知の通りであります。まあ、こういう話もある。それから例えば TPP には入らないけれども FTA に入るよと言ってアメリカと、FTA の、決議を行ったその、まあ、交渉を進めた韓国、これはですね、今まさに保険や自動車といった分野もありますけれども、とにかく混乱の真っ只中にある、ね、一回決めたのに混乱、12月には再交渉を求める国会決議も出ているといったような状況になっているんですね。だからそういういろんな状況を加味したときに、じゃあ日本の TPP は、ね、参加に向けての協議に入る。私はね、外務大臣にさっき、私がやったことを指摘していただきましたので、申し上げるわけじゃありませんが、関係国から見た場合に、参加に向けての協議に入るとは何事だと。ね、協議に入ったときに周りに来た国々は、参加したいんだろう、ああ参加するんだねっていう気持ちで受け止めてるわけですね。それをですね、乗り越えて、いや参加の意思ではないんだ、まだこれから白紙なんだ、競技なんだっていうふうにしてやってること自体が私はね、非常に理解に苦しむんですけれども、まあそれはそれとしても、やっぱり外交交渉である以上は譲れないもの、譲っていいもの、そして勝ち取るもの、勝ち取れないもの、そういうものをですね、やはり整理して、どこから譲れないのかという一線をですね、この国の国益に照らして決めるという作業はなぜなされないんでしょうか。私は非常にそこが不思議だと思っております。農林大臣のご見解を教えていただきたい。金田大臣。まあ、先生のそういう見識だと一つの考え方と私は思いますが、外交交渉でありますから、まず一つは9つの関係国が日本の国に何を求めるかということをできるだけ把握するというふうなことが大事だと思います。やっぱり判断をしていくわけですから。そしてもう一つはやっぱり外交交渉でございますので、すべて日本の考え方を先に出すということが果たして、プラスになるのかマイナスになるのかというふうなことも考えていかなきゃならない、こういうふうなことではないでしょうか。そのくらい外交という交渉というのはものすごく奥の深い、大変、重要なことでございますので、まあ、そういう意味で、私自身はまず関係国が日本の国に求めるそういうふうなものについてしっかりと把握するところから始まる大事なことではないかと、そして、そのことによって国民的な議論を得て判断をしていくということが大切なことではないかと思っております。委員長。金田君。はい。まさにだからこそさっき申し上げた点に戻るんであります。政府にとっては誠心誠意準備をしなければいけない、外交交渉にあたっての準備をしなきゃいけない。そして論点をはっきりさせて、情報を入手し、それを国民の議論に付す。そして国民に対する説明も十分に行うという点がですね、揃っていなければ、先行き非常に国民の側からすれば懸念と不安が生じるんであります。それに対して今のスタンスは、まあ、私は十分ではないというふうに思うんですが、加えて申し上げます。ね、非常にこの交渉はハードルが高いはずであります。だから参加したとはまだ言えない。党内事情も終わりでしょう。政治的な意図で真剣な議論を避けなければならない理由があるかもしれません。ね、これに加えて私は三つ申し上げますね。一つは、来年度の予算に、この問題についての予算、
これが全く取り込まれていない。これについて一言簡単にお願いします。加納大臣。TPP についてでございましょうか。準備、はい、TPP の準備やら何やら。TPP についてはですね、もう重ねて申し上げますけれども、また具体的な形で交渉参加に向けて話し合いを増している段階でありますから、予算措置は講じておりません。それから、それぞれの各経済連携の話し合いも進んでいるところでございますけれども、これは各包括的経済連携というふうなものを推進するにおきましては、それぞれ個別的に対策を行うと、まあ、こういうふうなことが包括的経済連携の中に盛り込まれております。しかしまだ具体的に各国とこの交渉が合意したというふうな状況でもございませんので、まあ、そういう意味で予算措置は行わさせていただいておりませんということを申させていただきたいと思います。金田君。はい、まあね、決まってないから対策を講じることはできないというふうにおっしゃるかもしれません。でもね、要するに日本の農業がそういう中で21分野の中でどういう状況に置かれるのかというのは分かっているわけですから、それに向けてしっかりと予算の中でも、ね、対応の目を出しておかなければいけない。それをしながらやっていくというのが私は必要だと思います。同時に今年の予算ですね、23年度予算、36年前の農林水産の予算額であります。36年前の水準であります。これは私は大変なことだなと思います。そこで例えば個別所得補償を政治の公約で導入するということになった場合には、なぜ一方で政治主導と言っていたのですから、政治主導で、いや個別所得補償は新たな概念の政策で選挙で勝ち取ったものだ、だったら政治主導でなんで別枠で準備しなかったんですかね、別枠でやるという手法もあったんではないか。そしてその代わりといってはなんだけれども、行動政策として非常に将来を見据えて大事な重要な政策である土地改良予算がね、3分の1に減らされてしまった。でもその後ね、22年度23年度24年度と来るに従ってね、それをまた少しずつ戻そうとされている。しかし今の水準は土地改良についてはいろんなものを交付金からも持ってきていろいろ集めてもですよ、ね、21年度の時の、まあ、補正と合わせた予算に比べて8割にもまだ達していない、戻っていない。だから構造政策をきっちりやらないで日本の農業の強化というのはあるはずがないわけでありますから、そういうことも含めてですね、やっぱりその現政権として失うものの大きさを考えた時には、やっぱりその対応しきれないんではないのかと、今回のこの TPP 交渉というのは、それを国民の皆さんが懸念し不安に思っているわけですから、これに対して、いや、俺らはこれに対して政権として TPP 交渉の参加の協議に入るからにはこうなんだというのがなければ、私はいけないと思いますが、その点は、今、いろいろ申し上げたことに対して、農林大臣のご所見をお願いします。加納大臣。決して弁明弁解ではございませんけれども、前回の衆議院選挙におきまして、この個別所得補償制度導入というものをマニフェストに掲げさせていただきました。しかし、残念な時に政権交代になった時点におきましては、税収が、ご承知のとおり9兆円、減と、こういうふうなことでありまして、まあ、そういう状況の中でどうするか。しかし、お約束をしたことでありますから、なんとかこの個別所得補償制度というものを導入したいということで、いわゆる農林水産省内で調整をして、そして予算措置を講じさせていただいたとおりであります。そのことによって、確かに土地改良関係の予算が削減されました。しかし、これは長寿命化等というようなことで、具体的な形で、まず、そういう施策の転換も行いながら、しかし土地改良政策というものは非常に重要だというようなことから、補正等々、あるいは予備費等々からも対応させていただいて、23年度においてましては 113% 前年比、そして24年度におきましては前年比関連予算も含めて 112% というふうな予算措置も講じさせていただいているところでございまして、まあ、できるだけそういうことで土地基盤というふうなものを整備することの重要性もその中には盛り込まさせていただいておりますということも、先生からもご理解をいただきたいと思います。金田君。はい、頑張ってるんだと、また頑張るという大臣のね、答弁というふうに受け止めたいと思うんですが、私はですね、政治の求められていることは、非常に重要なことは、今の問題、ね、デフレでこの国の経済が悪い、
まあ消費税の議論の前にその議論もしっかりすべきだという議論はですね、党内からも沸き起こっているわけですから、そういう問題非常にあります。加えて地域間格差が増大している。これは何であるか、過密と過疎の格差が増大しているというこの現状、これを大臣は山形です、私は秋田です、同じ思いをお持ちだと思います。だから地域間格差の増大、過疎過密の格差の増大に対して政治としていかに対応していくのかということがですね、私は一丁目一番地であり、私は下着とワイシャツでいけば真っ先に着なければいけない下着である。その上にこの国の産業力、経済力、貿易、外交、そういうものを組み立てていくというですね、順番を全国民に向かってしっかりと主張する農林大臣であってほしい、こういうふうに思っております。以上です。いかがですか。金大臣。非常に重要なテーマと思います。地域におけるところの格差をいかになくしていくか、まあ、こういうふうなことだと思っております。で、以前はですね、農業の価格維持制度と公共事業によって格差を是正してきたんです。しかし今日の状況は国全体が非常に厳しい経済状況、そういう中で個別所得保障制度を導入することによって 17% 農業者の所得が増えたというような現実の数字も現れているわけでありますから、そういう中でこれからもこの所得保障制度というものを継続して行っていくことというものを大切なことではないかなと、求められているんじゃないかなと、こんな思いをも一言申させていただきたいと思います。金田君。はい、最後に一言だけ言わせてください。何度も申し上げましたが、誠心誠意という言葉をお使いになる政権であります。であるならば誠心誠意、情報の開示、それから国民に対する説明、それから準備を十分にということをですね、くれぐれもお願いを申し上げて、そして地域間格差の解消に全力で当たるようにお願いを申し上げて質問を終わります。以上です。これにて金田勝利君の質疑は終了いたしました。